トークンリングネットワークの構成例マウを経由してトークンが周回するネットワーク障害発生時にマウがリングを維持するトークンリングは LAN の物理層及びデータリンク層の規格の一つ IBM が開発したもので IEE802.5 で規格化されている1970年代初頭には様々なローカルエリアネットワークテクノロジーが開発された トークンパッシングリングトポロジーの一つである、ケンブリッジリングは可能性が高く、世界中の多くのチームが独自開発に取り組んだ。1981年、IBM チューリッヒ研究所では、ウェルナーバックスとハンスミュラーが、IBM トークンリングテクノロジーの設計開発に従事し、MIT での初期の取り組みで、プロティアン10メガビット、S プロネットマイナス10トークンリングが開発された。 同年、ワークステーションベンダーのアポロコンピュータが75、オームの RG-6 誘導軸ケーブルを介して、独自の1 2ガビット S アポロトークンリングネットワークを開発。その後、シールドなしのツイストペアケーブルで動作するプロティアン1 6ガビット S に進化させた。1985年10月15日、IBM 独自のトークンリング製品を発売。メガビット。 S, S で動作し、メインフレーム、ミッドレンジコンピュータ、IBM PC からの接続可能だった。その後、IEE802.5、e、として標準化された。1988年に、IEE802.5、e、委員会によって、より高速な1 6ガビット、S のトークンリングが標準化された。その後、トークンリング衰退の間に、1 0 0ガビット、 S, s が標準化され販売したが普及しなかった。2001年に1 0 0 0ビット s の規格が承認されたが市販化されず、すでに LAN は1 0 0ガビットイーサネットとギガビットイーサネットが多くを占めていた。2002年1月31日、IBM はトークンリング製品の営業活動を終了した。通信速度は4ガ b p s 及び1 6ガ b p s 濃度がリング上に接続されている点が特徴。物理的に機関はマウと呼ばれる修正装置でリング型を構成。視線にはハブによるスター型の構成をとる。修正装置 IBM8228 は IBM データコネクタが使われており、このコネクタにはオスメスの区別がなく同じ形の2つのコネクタを接続する点に特徴がある。 また電力不要で動作するので、コンセントのないエリアにも配置可能である。IBM 8226は IBM 8228とは異なり、RJ45 を使用する終戦装置。LED が追加され、コンセントレータ、またはスプリッターとしても動作する。ただし、ベッド電源が必要である。論理的にはリング型トポロジーで構成され。 そのリングをトークンと呼ばれる信号が高速で周回しているの設定を誤った機器を接続するとネットワーク全体はダウンしてしまうという欠点があった。クズマ、CD 方式と違ってパケットの衝突が生じないため初期の10ベースイーサネットと比べると性能や安定性の面で優れていたがイーサネットの高速化、低価格化やスイッチングハブの登場により優位性を失った。 日本では IBM PC や LAN の普及が遅れたためあまり使われていない。インターネット普及が進むにつれてほとんどのトークンリングがイーサネットに置換された。したがって世界的にも利用されなくなった技術といえる。IBM 独自のケーブルシステムが採用されている。ケーブルは2体の150オームシールド付きツイストペアケーブルで極太であった。 特殊なエルマフロディットのコネクタは IBM データコネクタと呼ばれ、標準の非シールド 8P8C よりも優れたシールドを備えていた。コネクタ部分は非常に大きく 3CMX3cm の接続部分が必要で壊れやすいという欠点もあった。コンピュータ側のインターフェースは通常でマイナス9コネクタである。 トークンリングインターフェースとイーサネットインターフェースの両方を装備するマルチプロトコルルーターはトラフィック、プロトコル、およびインターフェースを動的にフィルターする機能がある。その他にも AT&T ストルワ1 0 4ブリッジ、IBM 9208ランブリッジ、マイケロカームランブリッジがある。ありがとうございます。